おはようございます。おはようございます。あゆさん、ひこさん、るるさん、ごめんなさい、ちょっとですね、何か、キャンセル、ちょっとですね、まあ、これ、はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。タイさん、モーカさん、太陽さん、おはようございます。ごまちゃん、アイスティーさん、まゆちゃん、はい、おはようございます。おはようございます。今日も涼しいですね。ゆうさん、ハレリア、今日も涼しいです。でも曇ってます。曇ってますが、セミ、やっぱり昨日と同じように涼しいので、セミが鳴いていませんね。まあ静かでいいかもしれません。皆さんお元気でしょうか。今日は木曜日ですね。9月5日になるでしょうか。これだけ涼しくなるとですね、もう本当にいい、とてもいい季節です。ある意味では本当に過ごしやすくて、残暑もあるかもしれませんが、一年の中ではいい季節かもしれません。これから9月、10月、11月、ね、いい季節だと思います。これからの3ヶ月、外配信季節ということで、何かですね、今はまあちょっとこの1箇所、ここは電波がいいのでずっとここでやってますが、これからですね、もっとまた別な場所に行きたいとは思っていますが、ここは非常にいい場所なので、なかなか別な場所に、まあ、行きたくないというか、安定がいいのでね、安定がいいのでここを気に入っています。今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、イエス・キリストを信じるとは。イエス・キリストは信じるとは。私たちの信仰はイエス・キリストを信じることです。なぜイエス・キリストを信じなければならないのか。いろんな理由があります。イエス様を信じるその理由もですね、人によってだいぶ違います。アンジビさん、おはようございます。いろんな理由で信じるでしょう。小さい時から教会に行ってるという人もいるし、友達に誘われたという人もいるし、まあ、この放送を見て信じるようになった人もいるでしょう。人によってだいぶ違います。私はですね、小学校の時に目の前に教会があったんですね。ですから小学校、まあ、何年生か分かりません、3年生か4年生か分かりませんが、その教会学校に行ったんですね。その目の前に、家の玄関を出ると教会があって、十字架が見えるんですね。そういう場所でした。ですからとてもまあ幸せだったと言えるでしょう、ね。生まれた成果といいましょうか、生まれた家の前に十字架のある教会、それはもうイエス様が私を救うご計画があったんではないかと思います。ここにですね、紫のムクゲがありますね。
まあ、その小学校の時には、まあ、小さいのでそのはっきり信じるというところまではいかなかったんですが、しかし、小さいながら小さいながらの信仰があったかもしれません。そして27歳の時に今度は、まあ、25、26歳の時に今度は町田に引っ越した後ですね、町田に引っ越した後、目の前に宣教師が引っ越してきたんです。アメリカ人の年配の女性2人の宣教師が、家の前に引っ越してきたんですね。そして私はですね、聖書に関心があって自己流で聖書を読んでました。で、よく意味が分かりませんでした。ですから宣教師が引っ越してきたので、あ、これは聞きに行こう、聖書の話を聞きに行こうと思って、タバコをプカプカ吸いながら、まあ、二人の前で吸ってなかったかもしれませんが、その宣教師にいろいろ話を聞きに行きました。で、イエス・キリストについて聞いたんですが、よくわからない。なぜ神の子が十字架にかかったのか。なぜ神の子が私たちのために死ななければならなかったのか。よくわかりませんでした。わかんなくてもですね、私は、まあ、教会に、その二人が作った教会に行き続けました。福音派でした。福音派ですが、その教会に行ってました。そして、まあ、1年か2年ぐらい経った時に、私は真理ですというイエス様の、御言葉があります。その御言葉を読んだ時にこうピーンってきたんですね。ピーン、インスピレーションですね。あ、この方は真理なんだ、この方が真理なんだ、この方は、この方に嘘はない、この方が真理でないならば、そんなことは言わなかったでしょう。この方が真理だからこそ、この方は、私は真理です、命ですと言ったということがこうピーンって分かったんですね。その時から信仰的になりました。それまでは、確信がなかった、イエス・キリストに対する確信がなかったんです。でもその私は真理ですという言葉を読んだ時に確信したんです。この方は真理だ、この方は真理だ、この方は正しい方だ、この方を信じよう、この方に従おうと決心しました。それから、熱心になりました。ですから信仰というのはイエス・キリストを信じれるかどうか、イエス・キリストをどう思うか、それが信仰です。人によって違うかもしれません。人によって信じる理由が違うかもしれません。もう一つ理由がありました。その宣教師はですね、とてもニコニコしていつも優しくて、なかなか日本人にないようなキャラクターでした。もう本当にいつもニコニコしていつも喜んで、日本人にこんな人はいない、日本人にこんな人はいない、こんなに優しくてこんなにニコニコしてる人はいないと思いました。ですからその人格に触れたんですね。その宣教師の人格に触れて、私は、このような人格になりたい、このような宣教師の人格になりたいと思ってイエス様を信じました。それから40年、41年、間違いありませんでした。ハナちゃんおはようございます。それから41年、私はイエス・キリストを信じ続けました。間違いありません。この方は真理の方です。
確かなお方です。もう本当に心から皆さんにお勧めします。この方を信じてください。この方を信じるというのはどういうことでしょうか。この方は神の似姿、神の現れ、神の子です。どういうことでしょうか。イエス・キリストはマリアから生まれた人間でもあります。ですからその当時ですね、大工の息子が、救い主、大工の子が神の子だと信じることは難しかったでしょう。特にナザレに住んでいる人たちは小さい時からイエス・キリストを見てましたから、この子供がメシアである、神の子であるということは信じにくいでしょう。また現代人もですね、日本人にとってはイエス・キリストは西洋の神だ、キリスト教の、教祖であり、日本とは関係ない、日本人とは関係ない、なぜ日本人が、西洋の神を信じなければならないのか。多くの人は、イエス・キリストを信じるということは、とても難しいかもしれません。信じる理由が必要です。なぜイエス・キリストを信じるのか。イエス様おっしゃいました。私の技を信じなさい。私の技を信じなさい。イエス様は病人を治し、悪霊を追い出し、死人をよみがえらせました。そんなことはできる人は、この歴史上に誰もいません。まあ、イエス様の弟子は別ですが、イエス様のような、奇跡を行った人は誰もいません。どんな病気も癒されました。イエス様おっしゃいました、私の技を見て信じなさい。ですから私たちは、ただの一人の男性だったら、ただの一人の男性だったら、信じにくいでしょう。そのイエス様が生きていた時代も、そのユダヤ人にとってはイエス・キリストをメシアだと信じることは難しかったでしょう。しかしイエス様のしたこと、言ったこと、イエス様のしたこと言ったことをよく見れば、この方が神の子であるということ信じることができる理由はあったと思います。日本人にとって、特にこの21世紀の日本人にとって、イエス様が病気を癒してる、癒すところは見ることはできないでしょう。しかしクリスチャンが病気を癒すのを見ることはできます。また聖書を読めばイエス様が何を言ったか、何をしたかを見ることはできます。タイさん、ヨハネの14-11、私が父におり、父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。さとちゃん、おはようございます。イエス様がの教え、イエス様の教えは特別な教えです。イエス様の教えのような教えは他にはありません。敵を愛しなさいとか、人を許しなさいという教えがどこにあるんですか。隣人を自分のように愛しなさい、まあそれは旧約聖書にありますが、イエス・キリストが私たちの罪を許すために十字架にかかった、そんな教えがどこにありますか。罪が許されるという、その罪を許すために神の子が、命を捨てた、そんな教えはどこにあるんですか。他にどんな宗教に、どんな教えにイエス様のような教えがあるんですか。どこにもありません。
どこにもありません。十字架を見たときに、十字架を見たときに、そこにその驚くべき神のご性質、神様だけがその醸し出すその清さ、神様だけが見せることができる神の愛、神様だけの清さ、神様だけの清さ、人間には到底できない神の清さがイエス・キリストを通して表されています。シャンさん、おはようございます。私たちはイエス・キリストを見て、十字架を見て、神を感じることができるのです。多くの人が感じないのはよく見てないからです。よく考えていないからです。イエス様を知らないからです。イエス・キリストの言ったこと、イエス・キリストのしたことをよくよくよく見てください。誰でも何かを感じる、何か人間には到底、できないような、そのような言動がイエス・キリストを通してあります。聖書にはイエス・キリストの香りという言葉があります。イエス様の香り、イエス様の香り、それは神の香りであり、それは神の愛の香りであり、神の清さの香りです。私たちは罪深いので、私たちは汚れているので、私たちはその汚れた目でイエス様を見てもなかなか、よく見えないかもしれません。しかし私たちがイエス様の言葉を聞いて十字架を見上げるならば、汚れた私たちでも神様の清さ、神様の愛の素晴らしさを、こう感じることができるのではないでしょうか。ルカ 6-35、 ただ自分の敵を愛しなさい。敵を愛するなんていう教えがどこにあるんですか。人間の感覚からすれば敵を憎め、ユダヤ人も言ってました。ユダヤ人も敵を憎めと教えてたんです。しかしイエス様が来られて、敵を愛せよというふうに言い返しました。敵を愛しなさいなんて誰が言うんですか。誰が教えるんですか。誰もいません。地球上、歴史上、敵を愛せよという教えを言った人はいないと思います。イエス・キリストだけが、イエス・キリストだけが、敵を愛せよと言ったんです。皆さん、この教えを聞いた時に何かを感じませんか。どうして敵を愛するんですか。どうして敵を愛するんですか。私たちは、敵を愛するということの中に何か神様の大きな愛を感じることができます。はい、ゆうゆうさん、おはようございます。ニルパーシュさん、おはようございます。はい、そういうわけでイエス・キリストを信じるというのは、イエス・キリストを信じるというのは一人の人間を信じることですが、その人間が神の子であり、神の似姿であり、神ご自身である。イエスもおっしゃいました。私を見る者は父を見た、私を信じる者は父を信じる。イエスもおっしゃいました。イエス・キリストを信じるというのは神を信じることなんだ。イエス・キリストを信じるというのは神を信じることなんだということです。太郎さん、イエス様を信じて、キューちゃんは何が変わりましたか。
全てが変わりました。全てが変わりました。シャンさん、敵を愛することを教えてくださったのはイエス様たったお一人です。イエス・キリストを信じるというのは神を信じることです。神様は天におられ、私たちは生まれながらにして罪人で神から遠く離れていました。悪魔の束縛の中にいて、悪魔の支配の中にいました。その私たちが、イエス・キリストによって神を信じることができる、神に助けられることができる、目に見えない神様が一人の男性、イエス・キリストという男性を信じることによって神を信じることができるという驚くべき救い、イエス・キリスト、イエス・キリストは誰であるか、イエス・キリストは誰であるか、そのイエス・キリストの したこと、言ったこと、そしてイエス・キリストの香り、その当時イエス・キリストと出会ってイエス様を信じた方もたくさんいます。イエス・キリストの癒しの御業を見て信じた、イエス・キリストの愛を見て信じた、イエス・キリストの言葉で信じた、イエス様と出会ってイエス様を信じた人もたくさんいました。しかし律法学者、パリサイ人、イエス様と出会っても信じない人がいたんです。イエス・キリストと出会って信じた人と信じない人、そこに裁きがあります。裁きというのは2つに分かれるということです。それはこの21世紀にもあります。この21世紀にもイエス様の話を聞いて信じる人とイエス・キリストの話を聞いて信じない人がいます。この放送でも信じる人と信じない人がいるのです。同じイエス様の話を聞いて、イエス様の教えを聞いて、イエス・キリストを信じる人と信じない人がいるのです。それが裁きです。それが裁きです。福音が述べ伝えられる、世界中に福音が述べ伝えられる、それはイエス・キリストについて、世界中の人が聞くということです。世界中の人がイエス・キリストのことを聞いて信じる人と信じない人が分かれるわけです。私たちは人を救うことはできません。しかしイエス・キリストを述べ伝えることはできます。イエス・キリストを述べ伝えて、イエス・キリストを信じる人と信じない人が起こされるのです。坂田さん、信じていても悪いことばかりしていたら救われない場合もあるんですか。悪いことをやめなければいけません。悪いことをやめて悔い改めなければいけません。はい、それでは明かしタイムいきましょう。明かしタイム。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じれるようになった、イエス様が本当に神の子であると、確信するようになった、イエス・キリストを信じるということがどれほど素晴らしいことか、イエス・キリストを信じるというのは神を信じることだということが分かった、イエス・キリストを信じるということは神ご自身を信じることだということが分かった証。イエス・キリストを信じて、ああよかった、
イエス・キリストを信じてよかった。イエス・キリストを信じるということは、神を信じることなんだ。神を信じることなんだ。そして、生まれ変わった。イエス・キリストを信じて生まれ変わった。イエス・キリストを信じて生まれ変わった。証、スタート。スタート。スタート。坂田さん、では聖霊を受けてください、ね。聖霊を受ければ悪いことをしなくなってきます。ごまちゃん、死後に不安がなくなった。これ大きいですね。死後の不安がなくなった。死後の不安がなくなった。ヒットさん、私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう。サソリンさん、おはようございます。ルーさん、アメン。モーカさん、イエス様を信じて本当に良かったです。イエス様を信じることができたのは旧牧師の伝道放送のおかげです。感謝しかありません。イエス様を救い主と信じたら心に平安が訪れました。アメン、アメン。本当に良かったです。本当に良かったです。ハッピーさん、キリスト教になったらこの世のものすべてに否定的になりそう。いいえ、すべてではありませんよ。すべてではありません。悪いことに対してはもちろん否定的です。でもそれ以上に良いことがたくさんあるんですね。良いことがたくさんあります。坂田さん、毎朝この放送で聖霊を受けているのに情けないです。ではもっと求めてください。もっと求めてください。ルーさん、経過観察が必要だ。しようと、インコの腹水が消えました。イエス様はいます。アメン、アメン。よかったですね。ヒットさん、私が道であり真理であり命なのです。アイスティーさん、神を信じて嘘をやめようと思いました。神を信じて嘘をやめようと思いました。クリスチャンになってですね、クリスチャンになって嘘をつかなくなってきますね。誠実に歩むようになります。ユウさん、迷って迷って苦しみながら生きてきて、やっと探し続けた方にたどり着きました。やっと本当に愛する方に会えました。感謝、感謝です。アメン。よかったですね。迷って迷ってイエス様にたどり着きました。よかったです。そうです、イエスキリストを見つけること、イエスキリストを見つけること、それが救いです。それが救いです。タイさん、イエスキリストを信じて学びは一人で行うものと墓地を目指していましたが、神から愛し合い学びなさいという命令を受けました。アメン。そうです、信仰というのは、学び合うこと、教え合うこと、励まし合うこと、それが信仰です。アメンとアーメンは同じ意味ですか？同じ意味です。ヒットさん、体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。ジョーンさん、心の中にキリスト様がいます。タロさん、今日も一日中神様に祈りを捧げます。野猿さん、おはようございます。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は
私たちの主キリストにある永遠の命です。罪の、罪の結果は死なんです。罪の結果は死、罪の中を生きているならば必ず死んでしまうのです。しかしイエス・キリストにあって、イエス様を信じて信仰で歩むならば永遠の命に至るのです。永遠の命に至るのです。それが信仰です。それがキリスト教です。それがキリスト教です。罪の、罪から離れて信仰で歩むときに永遠の命にを獲得するのです。 MJ さん救われたよ、アメン。イエス・キリストの名前を知っている人はたくさんいるでしょう。ほとんどの人がイエス・キリストの名前を知っています。しかしイエス・キリストがどういう方か、どんな方かを知る必要があります。太郎さん、この放送を聞いて目から鱗が落ちた気がします。アメン。坂田さん、右手を、切断しなさいと聖書には書いてあります。そのぐらいの気持ちで、そのぐらいの気持ちで悪いことをやめましょう。シャンさん、朝こちらの伝道配信に参加できているのはイエス様の導きだと信じています。アメン。シャンさん、それがですね、イエス様に仕えていることです。イエス様の仕事です。イエス様がその機会を与えてくれているんですね。MJ さん、友達に3万円借りることができました。支払いができて救われた、良かったですね。人間がバラ骨からできたのは本当ですか？エヴァですよね。エヴァは、アダムのあばら骨から作りました。本当です。エヴァは、アダムのあばら骨からできました。それ意味があるんですね。意味があります。ハッピーさん、この世の何割かの人がキリスト教なの？国によって違いますが、世界全体では、世界全体ではそうですね、名目は、20-30% ぐらいあるかもしれない。でも本当に真剣に信じてる人は数パーセントだと思いますね。数パーセント。モーカさん、イエス様に出会えて本当に救われました。永遠の命をいただきたいです。永遠の命をいただきたい。アメン。太郎さん、なぜ日本にキリスト教が根付かないと思いますか？神様の時があると思います。神の時があります。ヒトさん、よかったですね。香港デモの努力が実り、逃亡犯条例、逃亡犯条例の改正案が撤回されました。これでデモがですね、収まっていくと思いますが、よかったです。はい、それでは、ファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージ。神様は、人間を救うために、人間を救うために自分の一人息子を送りました。一人息子です。神様は、実に
世を愛するために、世を愛したと書いてありますね。一人子を与えるほどに世を愛した。それはイエス・キリストを信じる者が神を信じることになり、イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つため、イエス・キリストを信じる者が永遠の命を持つためと書いてあります。それが神様の御心です。神の御心は愛です。神の御心は愛です。誰でも救われるようにイエス・キリストを遣わしました。もしイエス様がこの地上に来なかったら誰も救われないのです。イエス様が人間になって来なければ、十字架にかかんなければ誰も救われないのです。イエス様がこの地上に来て十字架にかかって死んでくださったからこそ、人間は救われるようになったのです。それが神様の御心です。それが神の愛です。それが神の愛です。皆さん、そこに愛があると書いてあります。第一ヨハネ4章、そこに愛がある。どこに愛があるんですか？神様がイエス様を遣わしたところに愛がある。イエス様が十字架にかかったところに愛がある。神の愛です。神の愛です。イエス・キリストを知るというのは神の愛を知るということです。イエス・キリストを知るというのは神様が愛であられるということを知ることです。イエス・キリストを信じるというのは神を知ることなんです。ヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。皆さん、そこに愛がある。そこに愛がある。私たちは神を知ってこそ、神を知ってこそ私たちは、心に喜びが来るのです。命が来るのです。神を知る喜び、神を知った喜び、イエス・キリストを信じると神を知ることができるんです。神が生きているということを信じることができるんです。神が生きていて私たちを愛しているということを信じることができるんです。イエス様、あなたの教えはこのように伝道配信となり人々に伝えられております。アメン、アメン。神を求めようではないですか。イエス・キリストを通して、イエス・キリストを通して神に近づこうではないでしょうか。神の御心をもっと感じようではないでしょうか。知ろうではないでしょうか。もっともっと神様の素晴らしさを知ろうではないですか。神の大きさを味わおうではないでしょうか。神に向かって生きようではないでしょうか。喜びを持って、感謝を持って、賛美を持って神の御前に出ようではないでしょうか。モーコさん、イエス様から絶対に離れません。枯れないためです。今日の放送を見て、ああそうなんだ、イエス・キリストを信じるとは、イエス・キリストを信じるとは神を知ることなんだ、神を信じることなんだ、神の愛を知ることなんだ。ならイエス・キリストを信じよう。イエス・キリストを信じよう。イエス・キリストを信じようと、そのように思う方、アメン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 。ヒットさん、神様に一歩近づけた気がしました。アメン、アメン、アメン。天のお父様、感謝します。たくさんの方が
あなたについて聞いてくださいました。たくさんの方が求めています。たくさんの方がイエス・キリストを信じて、あなたを信じたいのです。あなたはご存知です。あなたが集めてくれました。あなたが導いてくださいました。あなたが信仰を与えてくれました。彼らを救ってください。彼らを救ってください。あなたご自身を表してください。あなたの愛を教えてください。あなたの御心を教えてください。イエス様を信じます。イエス様を信じます。私たちを救ってください。私たちを救ってください。あなたの身元に、導いてください。あなたと共に歩みたいのです。サタンから救ってください。サタンから私たちを救ってください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、ありがとうございました。皆さん喜びましょう。私たちはイエス様を信じて、神を信じることができたんです。救われたのです。救われたのです。永遠の命を受けたのです。永遠の命を受けたのです。神様と契約をしたのです。喜んでください、喜んでください。そしてこの信仰を保ちましょう。この信仰で会いましょう。イエス様の教えを、学んで実行していきましょう。ありがとうございました。また夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。シャローム、ありがとうございました。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。